始まりました。始まりました。公開収録拍手、拍手ありがとうございます。イエーイ。いやー、万事順調ということでやっていこうと思います。まずご挨拶ですね。シャルちゃんからどうぞ。はい、はーい。お歌大好き星人人参、あれ、カットしますから大丈夫。うさぎだけど人参が苦手な太田大好き星人、あれ、もう一回行きましょうか。うさぎだけど人参が苦手なシャルロ投手ゼットです。かわいい、100点。そして私、お風呂は大好きだけどお水は大嫌い辻浦もなかです。突然のアドリブにびっくりしています。よろしくお願いします。何が起こるか相方ですらわからない。そう、それがアフタヌーンティー。そう、それがアフタヌーンティー。よろしくお願いいたします。楽しんでいきましょう。今日は何をやるんですか。今日は先月第1弾を行いました、ニコイチ発表会の第2弾を撮っていきたいと思います。この間はね、クリスマスということで赤鼻の戦いを歌わせていただいたんですけど、この維新伝心ゲームニコイチ発表会というやつですね、打ち合わせなしでお互い別々でこう1曲の歌をワンコーラス歌って、それがもうテーテーを歌ってる我々1曲綺麗に完成するんじゃないかっていうね、試みでございますが、かぶっちゃダメなんだよね、一応確認すると。そうですね、ハモリはオッケー、かぶっちゃダメだ。ソロかハモるかです。ユニゾンになったらブブブブブブです。ございます。そうですね、ですございます。ちょっとカンペが出てますが、カンペでかっでかいな、思ったよりでかいな。こう出ます、カンペはこう使われます。今日の楽曲はなんと、先日リクエストをいただいたアイドルマスターシンデレラガールズよりお願いシンデレラを歌ってみました。イエーイリクエストありがとうございます。この曲さ、聞いたことはもちろんあったサビは分かってたんだけど、A メロ B メロが全然分かんなくて、撮る20分前ぐらいに出稼ぎ終わって聞きながら帰ってきて覚えて撮りました。難しかったね、難しかった。でもほら、アフタヌーンティーにかかればね、ちょちょいのちょいよ、お任せあれってことですね。ではちょっと移動します。はーい、はい、移動しましたので、はーい、はい、時間便利だね。合わせてお待たせいたしました。はい、お待たせしました。20輝く日の雨に、イエーイ、はい、すごい入れたくなっちゃうんですよね。なる、お、いいじゃん。これは多分推しのところとか、あれ、なんでハモってる、なんでハモってる、すごI'm sorry.
と。ちょっとあの一人でハモってるところはめちゃくちゃ寂しかったけど、でもハモり1個ね成功してたし、すごい、すごいね、正確、すごい、ありがとうございます。あらららららすごい、引き入っちゃった、めちゃくちゃ良かったんじゃない、引き入っちゃった、ちょっとコメント忘れて聞いちゃった、うん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 、そうなんですよ、引き入れてるだからさ、そうですね、もう一回さ、ちゃんとタイミング合わせてさ、もう一回聞こう。そうですね、これはね、リクエストをいただいて歌ったんですよ、前回の企画の後に。 なので、またどんどんね、こんな曲歌ってみてとかあったら、はい、コメントに残していただけると我々が歌いますんで、歌いますんで、歌いますんで2人曲とかじゃない方が楽しいかもしれないです。そうだね、そうだね、ちょっと空気が読めちゃうから、なんか人で分けられちゃうので、おかわりでもう一回、はい、5、4、3、2、1、0、お願い、シンデレラ、夢は夢で終われない、動き始めてる、輝く日のために、この曲は映像は大丈夫、すごくないですか、タンパンとあるんですけど、属性がほら、多分モナカさん的に私はファッション来るなって思ったんですよね、私もクールはモナカさん来るなって思ったんですよ、こういうところが知らない、ユニゾンもありで考えて歌っちゃったのかもしれないですねユニゾンはダメですよねってその前に LINE してきたじゃん、私か、私だ、ダメですよねって言ったじゃん、ダメだ、今回はダメにするんだなって思って、そうだねって言ったのにてーてーの後に仲間割れでございますいやでも2回目にしてこれは高得点だよ、はい、とてもいい曲をリクエストいただきましたね、ありがとうございます、ありがとうございました、これは何点の定点、前回8割の定点って言ってたけど、8割の定点、はい、甘かったね、ちょっと前回の採点がもっといないとこありましたもんね、ユニゾンで喜んでたし、あれ8割じゃなかったんだよ、だからえ3割ぐらいでしょうか、減った5割、じゃあ前回は3割の定点、今回は8割、8割の定点8割でもちょっと辛いかなってぐらいうまくいってたと思う、マジで本当に出てかった、出てかった、よかったよかった、よかった、すごくよかった、今回の公開収録は収穫多かったんじゃないかな、ニコイチ発表会第2弾はお願いシンデレラ、結果は8割でございました、ありがとうございます、ではまたねー、またねー。
ムーンティーのロイヤルティースタンド。次回もお楽しみに。